皆さんこんにちは。南淡路市の楽しいピアノ教室ですよ。今日も先生大活躍。今日も俺様の苦手なアンパンマン、俺様の強敵の曲を弾いてみますね。みんな楽しいこと、ユニークなこと、いつも先生に期待をしてくれています。楽しいなぞなぞ、いつも何かをやってくれる子どもたちはいつも先生にいろんなことを話してくれます。楽しいことや面白いこと、子どもってとっても興味が津々でいろんなことを尋ねてくれます。俺様より上手に弾けるかな。ドレミの音名で楽しく歌うことが幼児期の導入にもつながるものですね。それでは今日も俺様のライバルアンパンマンの絵描き歌と元気にサンサン体操を踊ってみよう。それではこんな可愛いユニークな先生が楽しくドレミの音名からリズム遊び、独譜までゆっくりと楽しく教えてくれますよ。それでは俺様のライバルアンパンマンの絵描き歌、サンサン体操行ってみますね。みんな頑張りすぎずにリラックスしながら音を楽しみましょうね。それでは次は俺様のライバルサンサン体操行ってみるよ。元気にドレミの音名で歌うこと、亀さんのように手首は柔らかくして弾きましょうね。良い子の皆さん、亀さんのようにゆっくり慌てずリラックス。人間は頑張りすぎたらいけませんよ。亀さんはゆっくりのろのろま、のろのろと歩んでいきますね。幼児期の導入も焦らずにじっくり、独譜もリズム感も継続してゆっくりと反復練習を繰り返すことによって徐々に身についてくるものです。慌てず焦らず、亀さんのようにのんびりと音楽も楽しみましょうね。良い子の皆さん、先生いつもよく練習していますね。
それでは今日も明日も可愛いご褒美シールが皆さん待ってますよ。それでは三三体操行ってみますね。良い子の皆さん、今日はもう一つおまけに僕らはヒーローも弾いてみますね。みんな大好きアニソンを楽しむことが一番ですね。僕らはヒーロー、みんなよく知ってますよね。それでは
皆さん、今日も楽しいお稽古ですよ。毎日よく頑張らないでいいんですよ。楽しむ気持ちで、楽しむ音を楽しむリズムを楽しむ。幼児期の導入は、そういった遊び心やユニークなコミュニケーションが一番です。それでは、バイバイキーン。ハヒフヘホー。